それでは今日の授業を始めたいと思います。で、前回は微分の定義をしまして、それから前回の授業の範囲で微分可能性について説明をしました。で、その微分可能性に関して、前回説明が残っていた定理が一つありますので、そこから進めることにしましょう。教科書は36ページからいきます。教科書36ページの定理2です。準備はよろしいですか？この定理は一応その説明だけにしておりますけれども、かつ y イコール fx というのがありまして、これが kx イコール a で、関数 y イコール fx が x イコール a において微分可能で、この時に何がなかったというと、この関数、fx が x イコール a において連続で何が言えます。よく身近に言うと、その微分可能な関数は連続であるという性質です。ですので、そういった意味ではこの微分可能な関数というのは割合良い性質を持っていると言えます。それでは、じゃあ連続な関数は微分可能と言えるでしょうか。連続な関数は全て微分可能でしょうか。これもちょっと聞いてみましょうか。連続な関数は全て微分可能であると思っています。微分可能とは限らないと思っています。その中で判例を挙げられる人を挙げてみて。はい、じゃあ一番早かった、はい、はい、僕たち X、連続じゃないって、どこで連続じゃない？連続ではない。だから連続でない点ってあると思うんだけど、連続では、連続ではありますね。連続だけど微分可能ではないですね。そうですね。微分 X イコール0、そうですね。そうです。以前の授業、この授業でも出しますけど、Y イコール絶対値 X ですね。こういう形だったと思いますけれども、x イコール0で微分可能ではないと、そうですね、前回の授業で、ちょっと例出しやっていきますが、なるべくそうですね、判例があったら、パッとこう思いつけるようになるといいのではないかと思います。ということで、逆は、必ずしもないと思います。注意しておいてください。それって、だいたい前
前回から述べてきました二分可能性についてはこのぐらいにしたいと思います。で、次にその先ほど、前回ですね、その二分可能性を論じたときに、このある関数がその0に収束するときの収束の速さを比較するという話をちょっとだけしました。で、これから微積分の、勉強していく上で、例えばその皆さん名前聞いたことあると思いますが、そのテイラー展開とかですね、テイラー級数などを計算をしながら、その関数の性質を調べていく上で、その例えば同じ0に収束する関数でも、その収束の速さを比較する必要が出てくることがあります。で、そのために使う道具としまして、もうすでに物理の数学でも出てきたかと思いますが、大記号というのがありますので、その大記号の、基本的な定義をちょっとやっておきましょう。よく無限小と呼ばれるところでして、でこれは最初に導入した人につなんで、そのランダウの大きいものと呼ばれることもあります。教科書では、37ページの下から2行でですね、この4、ランダウの記号についてというところを扱います。ので、教科書も見てみながら聞いてください。それで、ここでその記号というのはその、どういう使い方をするかというと、例えば、デルタを0として、デルタとか正の数として、でその正のこのデルタよりも絶対値が小さいような数 t という行を扱います。でこの範囲で、この変数 t をこう0に近づけるという状況を考えます。こうやってこの変数 t を0に近づけていったときに、その t を変数とするような関数を考えるんですね。t の関数で、0に近づくものを考えましょう。t の関数で0に近づくものというのはいろいろありますよね。例えば、t そのものも t の関数で t を0に近づければ0に近づきますし、あるいは t の2乗だったり t の3乗だったりという数もあるでしょうし、それから、サインの t とかもそうですね。あと、ちょっと今僕ここで思いつくのはそのぐらいなんですけど、皆さんも他にもいろいろ思いつくのではないかと思います。で、t の関数でその t を0に近づけていったときに0に近づくものっていろいろあるんですけれども、ただしその近づき方の速さというのは、その関数によって違ってくるわけですね。早く近づくものもあれば、あるものに相対的にゆっくり近づくもの。で実はこの近づき方のその速い遅いっていうので、そのいろいろ区別する必要がこれからありますの で、でこの O は何に使うかっていうと、その t の関数0に近づくもの同士で、その近づき方がより速い
早く言いましたけれども、より早くゼロに近づくようなものを、まとめて扱うのに使います。で、まとめて扱うっていうのは、どういうことを言っているかというと、例えば、t が0に近づくときに、例えばその t という関数、t に比べると、近づき方のより速いものっていくつかあります。t2 乗とか、t3 乗とか、t4 乗とか、t の n 乗で、その n が1より大きければ、その t よりも速く0に近づくことですね。でところが、そういったものをそのいちいちその式に書いて扱っていたのでは、例えば式の計算が煩雑になったりした上に、なかなかその関数の本質的な大雑把な動作というのを見抜くのが難しい場合があります。そこで例えば、t よりも早く0に近づくものを全部ひとまとめにして、こう1個の式というか記号で置き換えてしまうことによって、変数 t を変化させたときのその関数の振る舞いを重点的に見るといったようなことを積分ではよく行いますし、多分物理なんでもそういうやり方を、そういう観察の仕方をする場面が多くあるのではないかと思います。でそういったことをですね、この大規模を使って、操作、実際には扱うということです。で、その定義なんですが、教科書の38ページに文章で書かれているんですけれども、一応項目としてまとめて書いておこうと思います。ここで関数、g の t とそれから h の t というのを考えます。でこの g の t と h の t は、先ほど左の方で書きましたそのデルタに対してt の関数なんですけれども、 t の絶対値がデルタより小さい範囲で定義されているものとします。ただしこれはt の絶対値がデルタより大きい t 以上の範囲は定義されていないというわけではなくて、少なくともこの範囲では定義されているという関数でしょう。でさらに、t が0でないとき、この h の t に関しては、h の t は0ではないという条件を持っています。で、まず1番目の定義なんですけれども、t を0に近づけていって、この GT と HT を比べます。どうやって比べるかというと、このようにこの HT 分の GT というのを作って比べます。でこれが0の収束、復元値が0の時に、GT は HT よりも工事の分野値は工事の字のところは行為と書いて行為の無限小と思いますけど、ちなみに
チョークの色を黄色にしましたが、後ろの靴と見えますか。はい、GT の HT を工事の無限症、もしくは行為の無限症であるといい、そして、このことを、目立つようにしたので、皆さん映すときは別に僕のやるとおり色分けにしなくても構いませんから、それは皆さんの、まあ、強調したい気分に応じてやってください。で、これを、GT イコール、これ、スモール O と言ってもらいます。小文字の O でスモール O と呼んで、スモール O の HT。で、こういう式で表します。じゃあちょっと僕が上に上げて続きます。でこれが1番で、で2番は、ある正の数 C が存在して、今考えているこの絶対値がデルタより小さい、全ての、まあ、t に対して、HT 分の GT が C で抑えられるというのを見たときに、GT は HT と同時の無限小です。もしくはこの同時のところ合意と書いて合意の無限小を書いていまして、で、GT イコール O の HT と書くんですけれども、今度の O は大文字ですね。大文字の O です。でそれって、まあ、この括弧1番括弧2番の意味をちょっと説明しますと、括弧1番の場合はその、まあ、GT も HT もその t を0に近づけたときに、まあ、0に近づくものを大体扱うんですけれども、GT の方がこの極限が0になるということは、その分母の、分子の方が分母よりも
ずっと早くゼロに近づくということを意味していまして、例えば、まあ、皆さん、物理などですでにやったかもしれませんけれども、GT を X3 乗として、HT を X2 乗といったような関数、ちょっと分かりやすいかな。GT を X2 乗にして、HT を X 乗と。そうすると、まあ、大体1の秒になると思いますけれども、まあ、HT っていうのは今こういう関数なんですね。それに対して、GT っていうのは、まあ、大雑把に書けば H の行数はこういう形になる。そうすると、まあ、共に T をこう0に近づけると、まあ、どちらの関数も0に近づくんですけれども、あその、近づき方 の、 速さの差ですね。これは、まあ、ちょっとこの辺、細かいところまではなかなか見づらいんですけれども、GT の方が HT よりもずっと速く、まあ、0に近づく。でそれは、実際にこう計算、オーダー記号の定義に従って計算してみますと、こう比べられるですね。分母が x で分子が x2 乗ですから、そうすると全体ではこれハードルセット変数の間違いなく、こうですね、 t と t に t2 乗と t を比べると、実はその t 以上の方がずっと早く0に近づくということが思います。という意味で、その関数の0に近づく方の、まあ、速い速さを比べるというような気をします。であと、括弧2番ですね、2の例もちょっと。まあ、定義を見ただけで若干分かりにくい人もいるかもしれませんが、例えば、GT が、まあ、T で。H の T が、2T のような場合があると、ちょっと今、ちょっと覚えられますが、この時は、実際に GT と HT の、比を取りますと、これっていうのが、まあ、ちょうど2分の1になる。2分の1になるということは、例えばC をですね、1とかいう値にすれば、その値で C でこの GT という C の比を上から押さえることができるということで、こう、まあ、こういう場合には、その GT と HT は、ほぼ同じスピードで、その0に近づくというふうにこう見ることができます。OK ですか？はい。だから、おそらく定数倍、例えばこの同じ、例えば t の1の関数で、その定数倍だけが違う部分っていうのは、もうその収束の仕方はほぼ同じものを見ますというのが、このオーダーの考え方です。
で、まあ、実際にこうこれをいっぱい使うのはそのもうちょっと後の方で、その関数をその、まあ、多項式もしくは級数のような形で展開するようなサービスをたくさん使いますが、とりあえずあの これからの議論の中でこのオーダーの規模をちょこちょこ使う場合もありますので、一応今のうちに定義を出しておきたいと思います。ここまで何か質問はありますか？じゃあとりあえず先へ進みましょう。でこれからこの教科書の先の方を読んでいきますと、ちょっと進んで40ページになるんですけれども、ようやくこの辺から少し具体的な微分の話に入っていきます。でさらにもう少し進みますと、実際にこの授業でやりました初等関数の微分の計算を多分次の時間でやると思いますが、その前にとりあえず教科書40ページにありますように関数の組み合わせの微分ということでいくつか公式がありますので、それを確認しておきます。でこれらがこの回帰間 i において微分可能になります。でこの時まあ、関数の組み合わせの微分ということですから、当然組み合わせを作るわけなんですけれども、まず、組み合わせの中で基本的なものの中には線形結合これは KF プラス LG という形なんですけれども、まあ、K と L は実数で、まあ、こういうものが考えられます。それからあと、この複雑積ですね。この2つは、まあ、同じく I において、微分可能である。という性質を持ちます。この小に関しては
その、まあ、分母がゼロにある部分はまずいんですが、それ以外にですね、はい、から、分母に CX イコール0となる、点 X をすべて除いた、はい、で、微分可能ということも言います。まあ多分その皆さん高校でもやったと思いますし、当たり前っちゃ当たり前だと思います。一応何確認ということで、書いておきました。あとは動関数に関する公式ですね。実際にその動関数が、線形結合の動関数は、動関数の線形結合になるっていうのも皆さんよくご存じだと思いますし、それから積の微分はについてもよくご存じだと思います。あと、小の微分についても、こういう形になるというのも、よくご存じだと思います。基本的なルールですが、皆さん大丈夫ですね。はい。次に、よく出てくるのはその合成関数の部分ですね。これは教科書41ページの一番最後のところになります。で、一応結果だけ書いておきます。それからもう一つですね、今度はその y を点数にとる関数
Z=GY というのがありまして、でこれはその、まあ、F の地域を組む。まあ、J と置きますけれども、J によって微分可能である。目指す関数なんですけれども、その時考えるのは合成関数で、まあ、とりあえず W と書きますが、これ G 丸 FX と書いて、でその中身は、まあ、X を G で移したものですね。で、これは、今度はその X からこの Z というのが関数ですから、定義域はこの元々の X の回復 I ですね。I によって、微分可能である。で、その相関数というのが、まあ、これもよくご存知だと思いますけれども。Y で微分した導関数に F の導関数をかけた積となります。まあ、多分この辺も皆さん高校でそんなやってきているでしょうから、まあそれと一緒です、ということでそんなに問題はないのではないかと思います。で、まあ、本来ですと証明をきちっとしていければいいんですが、ちょっと時間の都合でなかなかそこまでやっていると、こう先の方ですね、先の方ができなくなりそうですので、とりあえず、ここでも証明は今は省略しますが、教科書にも一応証明は、あります。それから、僕の講義ノートにも一応証明は書いておりますので、まあ、気になる人は、後で読んでみてください。大体いいですか？一応そうですね、線形結合積小として構成関数ときますと、次にその逆関数の微分というのも実際の計算の中でですね、特にこの次の時間で多分やるんですが、初等関数のその微分の計算の中でも扱いますので、逆関数の微分についても触れておきます。
教科書ですと43ページの、定理 2.6 というところですが、ここでは、いつものように関数 y と fx というのが出てくるんですが、ここではですね、その回復感がないので、これまであまり使わなかった条件なんですけれども、単調という条件が出てきます。単調増加もしくは単調減少。で、かつ時間単位。で、そうしますと、この以前にですね、その単調な関数があれば、それに対してその逆関数が存在するということをやったわけですけれども、これを x を x インバースの y と書きましょう。で、このとき、この X、この回復感 i の点 X において、この X の導関数の値が、導関数の値が0でないならば、y イコール x なので、微分可能です。で、その微分係数の値というのは、元の関数の導関数の値の逆数であると。で、逆関数の微分が与えられると。
まあ、ちょっとこの辺も、こう場所を移すのが多くて面倒なところかもしれませんがですので、まあ、皆さんの、その勉強の具合に応じて、まあ、ここは分かってきたら、まあ、いちいちノートに行かなくてもあったら、自分たちを見ればいいだろうというところは、適当に所作選択して、書いていってください。逆関数の微分まで、やりましたので、まあ、これらを使うとその、まあ、いろんな関数を微分できるようになるというのが、まあ、大体よくある微積分の授業の、まあ、順番ですね。であと、まあ、この時間はもうちょっとなんですけれども、残りの時間でその工事導関数もしくは公開導関数についてちょっと話をしていきます。でこれ教科書では教科書44ページの7という項目になっています。ここで書かれてあるところは、まあ、皆さん読めば、まあ、その通りでしょというふうに思われると思うんですけれども、一応書いておきますと、この y イコール fx という関数が、まあ、体育館まあ、i で、まあ、微分からできましょう。F の導関数 F' っていうのを考えることが、まあ、できるんですけれども、でそこで、まあ、もしこの導関数ですね、導関数 F'X が、まあ、再び微分可能であったとします。でその時に、まあ、普通に思いつくことは、じゃあこの F'X の導関数をまた計算してみましょうっていう話ですね。それで、まあ、F'X の導関数も計算してみましょうと思います。でその F'X の導関数っていうのはどうやって計算するかっていうと、これはもう言うまでもないですが、やはりその導関数をの先ほど F' を計算した時の定義に従って計算するわけですね。
まあ、ダッシュを2つ重ねていった読み方もいろいろ皆さん聞いてると思いますが、まあ、日本語ですとよくダッシュが2ダッシュとか3ダッシュとかっていう言い方をしますけれども、あの英語ですとあのダッシュのことを大体 F プライムって呼びますから、F プライムって呼ぶとあのダブルプライムとかトリプルプライムといった呼び方もします。まあここは一応日本語で講義をしているのでそんなにこだわらずに、まあ、2ダッシュということにしましょう。で、まあこれは普通にこの F ノーカンスの F ダッシュをさらに、まあ、XAB で読みましょうということで、その定義式に従って、まあ、計算すればいいだけですね。でちなみに、このなんかイコールの左側にこうちょんちょんとコロンのついた記号が、実は教科書の式にあるんですけれども、これ初めて見た人って どのぐらいいますか？はい、若干いますね。一応あのこれなんですけれども、あのよくこのコロンのついた、そうですね、この場合の左辺の、あの値をこの右辺の式でもって定義するというような書き方で使われる場合がありますので、まあそういうこの記号が出たらそういう、まあ、この場合はこの F 2-X というのをこういう式で定義するというふうに捉えてください。で使い方としてはこの逆もあることがあって、そのこの書き方右辺に何か書かれたというものをこの左辺の式でもって定義するというような書き方もします。で、まあ、こうやってその F'X の動関数を、まあ、考えることができるんですね。で、これを、まあ、よくご存知だとは思いますが、まあ、F の2次、もしくは2回増加というふうに呼びます。で、まあ2回の増加数を計算してこれがさらに分可能であればそれを微分する。で、3回の増加数が求まる。で、その F の3回同関数がもし微分可能であればさらに微分してみる。で、4回の同関数が求まる。以下同様にして、まあ N 回微分したものをですね、まあ、考えることができるというのも、まあ、当たり前だと思うんですから、で、まあ、繰り返していきますと、まあ、F、 例えば F のカッコの N ですとか、それから D の N 乗の DXN の F といったような書き方をしますけれども、これはそのどうやって定義するかっていうと、この F のN マイナス1回目の動関数をさらに X で微分するというもの で、こうしてできたものを、計算されたものを、まあ、F の、まあ、N 乗、もしくは N 回の動関数になります。で、それから、N 回動関数を計算、まあ、存在するときに言える性質としましては、N 回動関数が存在すれば、この F、F ね、それで F に前の F とか、F ダッシュとかから、F の N-1 回の動関数は全て連続であるということも言えます。
全部上げます。はい、あ、全部上げていい、はい、これで OK ですか。はい、ここまで皆さんいいですか。でそれからあとあのその公開量関数に関して、まあ、これちょっとした用語なんですけれども、あの C の N 級とかですね、 C の無限大級といったようなあの呼び方がありますので、これを定義も一応書いておきましょう。下の方にある文章で書いていいかな。まず1番で、まあ、関数 F というのがありまして、でこれが、まあ、CNQという言葉の意味は、N 回微分、N 回の関数 Fn が存在して、まあ、かつそれがあるのであるということを言います。だからあの N 回まで、少なくとも N 回が微分可能で、そして N 回同関数が連続であるときに、まあ、その元の関数 F は CN 級であるといったような言い方をします。ので、まあどうでしょうね、物理でどのぐらい出てくるかどうかちょっと分からないんですが、まあ、出てきても焦らずに、ついてきます。でそれともう一つの言葉は新年度級ということがあって、でこの言葉の意味は、すべての N、これは自然数ですけれども、N に対してその N 回の同関数が存在する。ということを言います。と聞いたときに、皆さん、C 無限大級の関数の例というのを思い浮かべるのができますでしょうか。一番身近な例ですと、例えば定数関数、それから y イコール x の多項式ですね。多項式の場合ですと、例えば x の4乗とか x の5乗っていう等は入ってきますけど、あるその多項式の次数回だけ、例えば10乗だったら、10回分すれば定数になって、11回分すれば0になるね。そうするとそれ以降は何度微分しても、y イコール0という定数関数になりますので、多項式は C 無限大級ということが な関数の例です。それからあと例えば三角関数 y イコール 3x なんていうのも、何度でも微分できますね。そういった例が、で、それってあと、まあ、この時間の最後なんですけれども、
公開同管数のその作り方の中で、席の同管数の席の N 回同管数の作り方がありますので、ちょっとそれやっておきましょう。定理 2.7 というのがありまして、ライプニッツの公式と呼ばれています。教科書です。45ページ。ここには関数 F と G が与えられていまして、でこの関数 F と G というのは、体育館それぞれというのは F も G もということですね。 F も G も N 回に分割されています。で、じゃあこの時に問題になるのは、その F と G の積の関数 FG という関数が、微分可能かどうかという話なんですけれども、実はこの積、FG も N 回微分可能で、この、N 回微分を与える公式が次のようになっています。こういう形の公式で与えられています。でこの N と R を縦に並べて括弧でくくった記号は皆さんご存知でしょうか。初めて見るといいますか、多分こう書けば、こう書けば多分皆さん分かるんじゃないかと思いますが、N 個からのものからその R 個を取り出すときの組み合わせですね。組み合わせのことを、大学以降ではこのように N と R を縦に並べてカットで作っていくことがほとんどです。まあ、公式は多分皆さん見た人が多いんじゃないかと思いますが、まあ、一応、ライトニッツの公式というのを挙げております。大体そうですね、全般の時間はこんなところで、まあ、いろいろその微分に関する基本的な性質をやりました。で、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、2時間の予約完了しましたので、はい、その時に F と、はい、プラスで F は連続で、微分可能じゃないってことが分かります。
そもそもあの N 回微分可能であるためには、それ以前の動関数も全部微分可能でないと、微分定義できませんから、だから、この N 回微分が存在すれば、それよりも前の動関数は全て微分可能であるということは定義から明らかです。はい、微分可能だったら微分可能です。微分可能です。Yeah.